今回までね、エネルギーの話をしようと思います。次回から鉱産資源に入ろうと思うんですけれども、まあ、エネルギーの、まあ、最近のね、動向を見るとですね、例えば、シェールガスとかね、シェールオイルとか聞いたことありますか？あるいは、メタンハイドレート、あるいはですね、バイオマスエネルギーとかね、いろんな、まあ、新しいエネルギーのことをね、最近、こう、よく耳にすると思うんですけれども、まあ、戦後で、その石油に代わるエネルギーを人はどんどん求めてきたんですね。まあそのシェールオイルであるとか、そのバイオマスエネルギーに至る、その戦後のエネルギーの動向を見ていこうというふうに思います。戦後のエネルギー動向ですね。まあ、背景としては、第二次大戦後、まあ、石油の利用が、急増して、まあ、なくてはならないエネルギーになるわけですね。こうした石油の重要性が高まるにつれて、その石油をめぐる、いろんな国の思惑、あるいは企業の思惑は、絡むわけですね。まずは、まあ、戦後ですね。やはり、この先進国の、メジャーと言われる、メジャー、または石油メジャーと言われる、国際石油資本。まあ、戦後すぐはですね、この例えばアメリカ、はい、第二次大戦の戦勝国でね、もう絶大なその影響力を世界に及ぼしている、そのアメリカの企業であるとか、イギリスは第一次大戦、周辺から第二次大戦にかけてね、その産油国のかなりの部分を、まあ、植民地としていたわけですね。あるいはオランダはインドネシアですね。インドネシアも重要なね、当時産油国だったわけですね。このアメリカ系やイギリス系、オランダ系の企業が、まあ、多国籍企業なんですけれども、世界のね、ほぼすべての石油を独占するという状況が、戦後間もなくね、ありました。これに対してですね、このアメリカ、イギリス、オランダの支配を受けていた、まあ、植民地の国々である、とかがですね、次々と独立をするわけですね。まあ、1940年代、48年、49年、50年ね、あるいは1960年代にかけてですね、その、様々な国が独立をする、イギリスだの植民地だった国々が独立をする、あるいはオランダのね、植民地だったインドネシアが独立する、フランスの植民地だった国々が独立をするとかね、そういう風に様々な旧植民地が独立をしていくとですね、ここに
資源ナショナリズムというのがこの旧植民地に台頭するわけですね。まあメジャーはね、セブンシスターズとか言われてね、7つの会社ぐらいで、その世界のすべてのね、ほとんどすべての石油を独占すると。石油の値段もこのメジャーにいいように、まあ、操られているわけですね。そこで、このね、独立した国々は、だからメジャーがね、安くしなさいって言ったら石油がボーンって安くなるね、メジャーが高くしなさいって言ったらボーンって高くなる、こういう風にメジャーの言いように石油価格が決められていたので、メジャーに対抗ね、産油国同士がまとまって、はい、連合して産油国の発言力を高めようというね、こういう時代がありました。まあ、メジャーに対しての資源ナショナリズム。うちの国のね、資源はうちのものだということでね、産油国が集まって、例えば、このメジャーっていうのが、石油をね、油田をバン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 開発していたわけですね。そうすると、バン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 開発したら、その石油を売らなきゃいけないから、石油の相場がぐっと下がるわけですね。やっと独立をしたのに、世界の石油価格が下がっていたら、うちの国は儲からないわけですよね。うん。だからメジャーに対抗して、石油価格を釣り上げようね、っていう動向が起きるわけです。はい、それが何かと言われたら、この下に書きましょう。1960年ね、このOPECというのが、結成ですね、石油輸出国機構というのを結成してね、産油国同士がね、メジャーに、まあ、いいように値段を、下げられていた石油価格を共同して釣り上げようとね、メジャーにも安く売らないっていうことを、まあ、言って、少しずつね、石油価格をこちらの方が主導権を握ろうとして、まあ、いろんな国が協力して石油価格をね、まあ、維持しようとした。これがOPECなんですよね。そして1973年に、このOPECだった諸国からアラブのね、特に、はい、西アジアの国々がアラブ石油輸出国機構石油輸出国機構を西アジアの国々が結成する。まあ、
特にこの時代ですね、中東戦争ですね、イスラエルとアラブ諸国のまあ、関係の悪化でね、数回戦争が行われて、イスラエルを支援するアメリカとこのアラブの国々との関係が特に悪化していた時代でもありました。そういった場合にここで起きたのが第一次石油危機ですね。まあ、この第4次中東戦争っていうのが、まあ背景にあるわけですね。この第1次石油危機オイルショックはですね、アメリカと、まあ、イスラエルというね、ユダヤ人の国がありまして、こういった話はね、また宗教のところでもお話ししようと思うんですけれども、イスラエルと、まあ、アラブ諸国ですね。まあ、イスラム教徒の国々ですね。まあ、パレスチナ問題っていうね、問題がありまして、イスラエルとアラブ諸国の関係が悪化したときに、イスラエルを支援していたのがアメリカです。まあ、ここでね、アラブ諸国は、石油を武器にしてね、そんならアメリカに石油は売らないぞっていうことで、石油をね、共同して釣り上げたわけですね。この石油を釣り上げた組織こそが、オアペック、アラブ石油輸出国機構ですね。このオアペックの構成国のね、多くがオペックにも参加しているわけなので、オペックも追随して石油価格を上げたもんだから、ね、まあ、世界中の石油相場がガンと上がって、石油をね、使って物を作る国々の物価水準がボンって上がった。これを石油危機というわけですね。さあ、その後ですね、さらに、1979年に、第二次石油危機が起きます。はい、イランが、それまでは、アメリカより、ね、イギリスやアメリカよりの政策だったものが、革命が起きて、アメリカ、反アメリカの国に急速になっていったわけですね。ここでもアメリカと、アラブ諸国、特にイランとの関係が悪化して、そして、また、その、石油の値段が釣り上げられたために第二次石油危機が起きます。まあ、この第二次石油危機は物価そのものね、石油価格そのものはポーンって跳ね上がって、物価はポーンって跳ね上がったんですけれども、まあ、影響は短期間で終わったんですけれども、まあ、ただこのね、第一次石油危機、第二次石油危機を経験して、その石油の値段っていうのは、その石油輸出国のその
割といいようにポンって上がったりね、するんだなっていうことがわかるわけですね。そこで、人々は、石油に頼っていると、また石油危機みたいなことが起きて、経済が混乱するのではないか。石油だけに立つ一本足では不安定だっていうことを考えるわけですね。まずは、この石油危機が起きたのも、アラブのね、西アジアの国々、西アジアのイスラム教徒の国々に依存しているこの体制が良くないんじゃないかということで、うちの国でも新しい油田を開発しようということで、例えば、北海油田ですね。海底の油田、ね、北海っていう海の底の、そこからね、石油を掘るっていう海底油田で、まあ、本当はね、コストがかかるんですよ。掘るのにお金がかかるんだけれども、アラブに依存している以上は、また石油危機のようなことが起こると。ね。だから、うちの国でも、ちょっとお金がかかるかもしれないが、コストがかかるかもしれないが、油田を開発しようじゃないかということで、北海油田が開発されました。あるいはですね、メキシコ、ブラジル、あるいは、アフリカのナイジェリアなど、アラブ諸国によらないうちの国でも石油開発をしましょうっていう、そういう流れになりました。そうしてこのね、オペックの方、石油価格における影響力を低下させる。ね。これで、石油の価格が安定するんじゃないかというふうに考えるわけです。続いて、石油だけに依存することから脱却しようと。この後に続けて書きます。代替エネルギーへの移行ですね。はい。天然ガス利用の拡大。まあ、テクノロジーもね、この頃、進んで、まあ、その、天然ガスを運ぶには、低温ね、すごく冷たくして、マイナス160何度みたいなね、低温にして、それをね、維持するっていうことが必要になるんですけれども、そうした液化天然ガスを作る、あるいは、それを保持するっていう技術が、進歩してですね、天然ガスの利用が拡大します。そして、そもそも、省エネルギーにするんだったら、まあ、オイルショックみたいなことが起きても影響は少なかろうということで、省エネルギー化が進められたということになります。これがね、石油危機後、1980年代、90年代ね、あるいは2000年当初ぐらいの動向ですね。さて、じゃあ、それが進んで、現在はどうかね。現在今、このビデオを撮ってるのは2017年なんですけれども、
今はどうなっているのかというと、石油枯渇のね、その恐れもある、そういう叫ばれる中で、持続可能な新しいエネルギーへということですね。まあ石油の枯渇が叫ばれるね、恐れがある、懸念される、あるいは環境にね、負荷がかかると、例えばまあ、窒素酸化物、硫黄酸化物とかで、まあ、酸性雨になったり、地球温暖化になったりとかね、野生生物に、まあ、生態系に影響を与える。ですので、まあ、クリーンエネルギーを開発しようじゃないか、というふうな、まあ、新しいエネルギーの動向が見られるということですね。例えば、石油は、あとね、50年ほどで枯渇するとか言われているんですけれども、そうすると、石炭、火災年数が長い、石油より長く掘れる、石炭の、例えば、今こういう技術があるんですね。石炭の液化や、ガス化。石炭を液体にしたり、まあ、気体にしたり、ガスにしたりという、これがね、クリーン、コールテクノロジーというらしいんです。私もね、教科書読んで初めて知ったぐらいなんで、そういう技術があるのかっていうな、ね、思いをしたものなんですけども、クリーンコールテクノロジー、CCT ですね。そうすると石油に代替できるエネルギーになって、もっとね、長くエネルギーが使えるようになるということですね。例えば、次は、オイルサンド。石油を含む砂から石油を抽出しようじゃないか。ね、液体の形で取り出しやすい形での石油だけではなくて、そのね、砂の層の中にある石油を取り出そうじゃないか。あるいは、岩の中に含まれている石油成分から石油を抽出しようじゃないかっていうオイルシェールね。あるいはその岩の中のね、ガス成分を抽出するというね、シェールガスなんかいう技術もあるわけなんですけれども、それを開発するね。あるいは、まあ、発電方法、新しい発電方法として、風力ですね。そして、地熱。太陽光。はい。潮の満ち引き。発電方法ですね。風力、地熱、太陽光、潮汐。まあ、この辺は枯渇、ね、枯れるっていう恐れがないわけですよね。風力は風さえ吹けば、いつでもね、まあ、永久に、電気が起こせるわけですし、まあ、地熱もね、地熱がまあ、なくなる、ゼロになるってことはまず考えられないし、太陽光だって晴れてればいつでもね、まあ、未来にわたって、電気が起こせるよ、っていうことで、新しいエネルギー、しかもクリーンなね、エネルギーの開発が進んでいます。はい、続いては、バイオマスエネルギーですね。
はい、生物資源エネルギーですね。どういったものが生物資源エネルギーというと、まあ、バイオエタノールとかもね、このバイオエネルギーのね、バイオマスエネルギーの一つになるんですけれども、例えばもう木くず、ね、木のくずを固めてペレットにしてね、それを燃やして発電をしようじゃないかというようなことや、絞りかすですね。大豆とかを絞って油を取った、その残りね、捨てるのもったいないじゃないか、燃やしてね、エネルギーにしようじゃないか、そういうことであったり、あるいは発酵させてバイオエタノールにしたり、まあ廃棄物をもうせっかくだったら燃やして電気を取り出そうというようなバイオマスエネルギーですね。このバイオマスエネルギーなんかは、なんて言うんですかね、その木や植物が育つバイオエネルギー、バイオマスエネルギーを燃やしたことで CO2、 この木くずや絞りかすを燃やしたときに、CO2 は出るものの、この木くずがになる前の木や絞りかすを燃やす前の大豆なんかは、光合成によってね、CO2 を吸収して、養分にね、してるわけですよね。光とね、一緒に。それを、また CO2 の状態に戻すだけ、ですので、環境への負荷は、小さいと言われるわけですね。はい。それとか、コージェネレーションシステムですね。発電の時に出る熱を再利用、発電のその熱を例えば給湯、お湯を沸かしたりとか、あるいは冷暖房なんかに使うっていうことですね。もう一回物を燃やす、ね、火力発電にしろ、何にしろ、一回物を燃やしたんだったら、電力、あるいは、給湯、冷暖房で、ね、いろんなものに使って余すことなく使おうじゃないかっていうね、もう、一回燃やしたんだったらもう、その、エネルギーをね、使い尽くせ。これがコジェネレーションシステムですね。あるいは、日本で、日本近海、まあ、日本海であるとかでね、最近ね、もう新しい資源だって言われるやつが、メタンハイドレートですね。うまくこのメタンハイドレート、燃える氷、そのメタンの塊を海から掘り出して資源として使うことができれば、日本は一躍で、そのエネルギーの自給率がボーンって高まるというふうに、言われるわけですね。メタンの塊、燃える氷、など、持続可能な新しいエネルギーへ、移行しつつあるよっていうようなことです。はい、今回はですね、戦後のエネルギーの動向、まずはメジャーによる支配、そして植民地だった国々がどんどん独立すると、うちの資源はうちのものだって言ってね、メジャーに対抗して、石油価格を、まあ、うちのものだからね、釣り上げて、それで儲けてやろうっていう国々が現れたと。そして特にアメリカとアラブ諸国が関係悪化すると、石油を戦略的に使ってね、ボーンって値段上げることによって、世界の石油相場をね、ボーンって変動させるっていうようなことも起きましたね。そうすると、アラブの石油だけに依存をするのは、やっぱり不安定要素が大きいかろうということで、新しい油田を開発したりね、新しいエネルギーを求めたりすると。こういうことになるわけですね。そうして時代が進んで現在は、環境への負荷、あるいは石油の枯渇っていう心配が出てくるので、まあ、持続可能な新しいエネルギーをどんどん開発しようと、まあ、
クリーンコールテクノロジーであったり、そのね、新しい石油の取り方、オイルサンド、オイルシェールを、まあ、開発したり、あるいは新しいエネルギーね、新エネルギー開発したり、バイオマスエネルギー、コジェネーションシステム、あるいは、日本のね、今後の、まあ、重点ね、的なね、話題になろうかと思うメタンハイドレート、こういうところに、徐々に移行しつつあるよ、ということで、戦後のエネルギー動向についてお話しました。今回はここまでです。